5字探し。三字熟語の5字を2箇所探す問題が全部で3問です。では始めましょう。第1問。5字を2つ探してください。正解は1つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。右上部分の点がいります。2つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。学校を表す学装の層が由来とのことです。第2問。5字を2つ探してください。正解は1つ目はここでした。正しくはこちらの字です。波の方の平行は単に横に並んだ状態、平らの方の平行は決して交わらない状態です。2つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。左部分の立身弁がいりませんでした。第3問。五字を2つ探してください。正解は1つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。青枠部分は突き出ません。突き出るものはイと読みます。2つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。手辺がいりません。手辺の方の受精は人工的に精子を与えることです。